来ました。今じゃあ、まあ、オートパークサーキットです。ちょっと、四駆系の、こういう走るとこって初めてなんで、なんかすごい新鮮なんですけど、まあ、こんな感じのコースになっております。もう早速なんですね。もうね、お声が鳴るんだね。向こうですよね。から撮れるんで、そうそう、そこで撮っとるシーンがあるんよ、近くで見れるから面白い。路面が走っていくうちに掘れてきたりとか、ぬかるんできたりとか変わってきてるんで、なかなか面白いです。まあ、4時間の中でいろんなトラブルとかあると思うんですけど、まあそういうのも楽しみながら、まあ初めてのダートレース、しかも耐久、ちょっと見ていきたいと思います。
監督、監督、はい、調子どうですか？調子はいいと思いますね。楽しくなってきました。順調ですか？はい、順調、予定通り。予定通り、はい、1位でスタートのあれは、もうクラッチが今純正で弱いんで、もうつながらないんで、もうとりあえず加速は諦めて、であとはもう技術で勝負というところですね。まあ、詳しくはこのレースの模様を詳しくはボルドワールド TV の方で結果をお届けしますので、よろしくお願いします。のところで今1台止まってます。はい、奥の方で1台止まってます。はい、レッカーするためにコースの中は車走っておりません。でこちらの方に、信じなきゃ引っ張られるのよ。なんですけど、まあ新鮮で面白かったですね。結構トラブルもつきもので、4時間なんで給油もありますし、ドライバーチェンジもありますし、していくっていうね、そういったところも、まあ、ピットワークも含めて面白いなと思います。まあこんな感じでレース続いてるんですけれども、まあ、この
ースの結果の模様はオールドワールド TV の方で紹介していきたいなと思いますんで、よかったら概要欄の方にオールドワールド TV さんのアドレスリンク貼っ付けときますんで、そちらの方からオールドワールド TV の方見ていただければなと思います。で、まあ、オールドワールドさん そのチャンネルの方もチャンネル登録していただければ嬉しいです。てなことで、はい、今日は、福井県馬城ダートコースよりダートのジムニーのレースですね、4時間耐久レース来てみたということでお送りしました。そしたらまた。